皆様お待たせいたしました。それでは第5くらめの馬たちが入場してまいります。第5くらめは上場番号49番から59番までの牝馬メス馬11頭の入場でございます。それでは1頭ずつご紹介してまいります。上場番号49番はマクフィの産駒川上滝音2022 JRA 職員54キロが騎乗いたします。上場番号50番新種ボバノーブルミッションの産駒ラフォリア2022騎手家庭生徒田山王介くんの騎乗です。上場番号51番新種ボバミスターメロディの産駒東和クリステル2022騎手家庭生徒森田誠也くんの騎乗です。上場番号52番カレン新種ボバのフォーウィールドライブの産駒カレンマーガレット2022 JRA 職員68キロの騎乗です。上場番号53番ファインニードルの産駒インタルジミー2022騎手家庭生徒和田春樹くんの騎乗でございます。上場番号54番ディーマジェスティの産駒ディアハッピー2022騎手家庭生徒遠藤達樹くんが騎乗いたします。上場番号55番パイロの産駒マトリアルカー2022 JRA 職員56キロの騎乗です。上場番号56番レイデオロの産駒セントセシリア2022 JRA 職員56キロが騎乗いたします。上場番号57番マクヒの産駒ビジャリカー2022 JRA 職員50キロの騎乗です。上場番号58番新種ボバウィンブライトの産駒 PM ルッカー2022騎手家庭生徒上里直太くんが騎乗いたします。上場番号59番上海ボビーの産駒サンメンフィス2022 JRA 職員56キロの騎乗です。以上第5くらめメス11頭のご紹介でございました。ここで第5くらめ注意馬についてご案内いたします。上場番号49番川上滝音2022同馬には作壁があります。上場番号52番カレンマーガレット2022同馬は2024年2月に右第一歯骨剥離骨折骨片的手術を行いました。そのため調教進度が遅れています。本日の騎乗狂乱は慎重を期して他の馬より遅いスピードで実施します。上場番号53番インタルジミー2022同馬は両前足の屈腱部が太めのためエコー検査を行いましたが腱実質に異常を認めておりません。また4月19日に中山競馬場での駆け足調教中に異常呼吸音を聴取したため4月19日に安静時内視鏡検査4月20日に運動時内視鏡検査を行いました。個体情報開示室に検査画像を開示しています。上場番号58番 PM ルッカー2022同馬は両前足の屈腱部が太めのためエコー検査を行いましたが腱実質に異常を認めておりません。個体情報開示室に検査画像を開示しています。以上第5くらめ注意馬についてのご案内でございました。本日皆様にご覧いただく馬の中には騎乗狂乱の際にやや遅めのタイムで走行する馬がおります。将来ある2歳馬にここで無理をさせないという方針によるものですのでどうぞご理解いただきますようお願いいたします。
皆様、向こう上面で騎乗狂乱の準備整ったようでございます。それでは第5クラ目、上場番号49番から番号順に騎乗狂乱ご覧いただきます。上場番号49番はマクフィの産駒川上滝音2022、向こう上面をスタートし3コーナー付近を通過しています。3コーナーから4コーナー中間地点を通過。4コーナーからこれから直線に入ります。上場番号49番川上滝音2022、ゴール板前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒7、1ハロンは11秒6、1ハロンは11秒6、2ハロンの合計は24秒3でした。続いては上場番号50番です。新種母はノーブルミッションの産駒ラフォリア2022、3コーナーから4コーナー中間地点を通過しています。400メートルハロン棒を通過。これより直線に入ります。上場番号50番ラフォリア2022、ゴール板前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒7、1ハロンは11秒3、2ハロンの合計24秒0でした。続いては上場番号51番、新種母はミスターメロディの産駒東和クリステル2022、早くも4コーナーから直線に入ります。200メートルハロン棒を通過。上場番号51番東和クリステル2022、ゴール板前通過しました。ただいまのタイムです。2ハロンは13秒4、1ハロンは11秒2、2ハロン合計は24秒6でした。続いては上場番号52番、新種ボバフォーウィルドライブの産駒カレンマーガレット2022、現在今は3コーナーから4コーナー中間地点を通過中です。400メートルハロン棒を通過。まもなく直線に向かいます。本馬はゆっくりとしたスピードで騎乗狂乱ご覧いただいています。上場番号52番カレンマーガレット2022、ゴール板前通過しました。ただ今のタイムです。2ハロンは16秒2、1ハロンは16秒3、2ハロン合計32秒5でした。続いては上場番号53番ファインニードルの産駒インダルジミー2022、3コーナーから4コーナー中間地点を通過中です。4コーナーカーブからまもなく直線に入ります。上場番号53番インダルジミー2022、ゴール板前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン15秒2、1ハロンは14秒1、2ハロン合計29秒3でした。続いては上場番号54番ディーマジェスティの産駒ディアハッピー2022です。3コーナーカーブを通過しています。
400メートルハロン棒を通過しました。これより直線に入ります。上場番号54番リアハッピー2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒2、1ハロンは11秒1、2ハロン合計23秒3でした。続いては上場番号55番です。パイロの3区マトリアルカ2022、これから4コーナーカーブに差し掛かります。直線に入りました。上場番号55番マトリアルカ2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒6、1ハロンは11秒8、2ハロン合計24秒4でした。続いては上場番号56番レイデオロの3区セントセシリア2022、3コーナーから4コーナー中間地点を間もなく通過です。4コーナーカーブから直線に入っています。上場番号56番セントセシリア2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン11秒9、1ハロンは11秒8、2ハロン合計23秒7でした。続いては上場番号57番マクフィの3区ビジャリカ2022、これから4コーナーに差し掛かります。直線200メートルハロン棒を通過。上場番号57番ビジャリカ2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイム2ハロンは11秒9、1ハロンは12秒0、2ハロン合計23秒9でした。続いて上場番号は58番新種ボバウィンブライトの3区 PM ルッカー2022、3コーナーカーブを現在通過中です。400メートルハロン棒を通過、これから直線に入ります。上場番号58番 PM ルッカー2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒3、1ハロンは11秒1、2ハロンの合計23秒4でした。第5クラメ最後は59番です。上場番号59番は上海ボビーの3区3面フィス2022、早くも4コーナーに差し掛かります。上場番号59番サンメンフィス2022、ゴール番前通過しました。ただいまのタイムは2ハロン12秒7、1ハロンは11秒8、2ハロンの合計24秒5でした。以上第5クラメメス馬11頭の騎乗狂乱をご覧いただきました。この後第6クラメオス馬10頭の騎乗狂乱をご覧いただく前に少々お時間をいただきまして、
場整備をさせていただきたいと思います。第6クラ目の騎乗狂乱再開は15時15分頃を予定しております。どうぞしばらくお待ちくださいませ。